こんにちは。教えて台湾のザンディです。今年はもう秋になりましたね。台湾の秋といえば、中秋節、中秋節ですね。中秋節は、旧暦の8月15日。大体今のカレンダーというと、9月、10月ぐらいに行われる行事ですよ。中秋節は、台湾では祝日です。今年は9月に。10日です。もう過ぎましたけど、今日は中秋節について簡単に紹介します。この中秋節に何をするかというと、一般的にはお月見しながら月餅や文旦を食べたりします。日本では月餅はいつでも食べられるお菓子みたいなイメージがあると思いますけど、台湾では月餅といえば中秋節なので、大体この中秋節の時期しか食べれないイメージがあります。文旦を聞いたことない方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に説明します。台湾の文旦は黄色や緑色で、形的にはアボカドに似ていて、頭の方がちょっと小さくて、下の方は膨らんでいるみたいな感じで、みかんの2、3倍くらいの大きさがあるグレープフルーツです。ちなみに、ちょっとややこしいなんですけど、台湾は文旦を柚子で言うんですけど、日本の柚子とは全く違う果物ですよ。中秋節には、文旦を食べますけど、食べる前に、文旦の表に、油性のサインペンで絵を描くんです。こんな感じで、文旦の形を生かして、何かを描く感じです。結構楽しいですよ。皆さんも、ぜひ、機会があれば、ぜひ試してみてください。時に子供たちは、すごく、楽しくて喜ぶと思います。以上は一般的に中秋節にやることです。これからは台湾だけの習慣を紹介します。台湾では中秋節に月餅や文旦を食べる以外にバーベキューもやるんです。むしろ台湾の中秋節といえばバーベキューでしょう。と言っても過言ではないくらい、台湾の中秋節の一番大きい大事な行事です。実は中華圏の中でバーベキューやるのは台湾だけなのは、日本に留学しに来る前に知らなかったです。授業中で中秋節について紹介したクラスメートがいて、台湾ではバーベキューやるらしいよとか言って紹介したら、先生も他の中華圏の方も本当なのみたいな表情して、こっち見て、逆にこっちがみんなやらないのと感じました。まさか台湾だけバーベキューやるんだわ今日はちょっと日本にいるんですけど、中秋節をお祝いしたいので、ちょっと月餅と焼肉を用意しました。それでは、今年は日本にいますけど、ちょっと日本で中秋節の雰囲気作って、バーベキューと月餅を食べたいと思います。こちらはスーパーで買った月餅です。こんな感じです。あらら、こちらは私が日本のスーパーで買った月餅です。月餅と書いてありますね。典型的な月餅ですね。他には、月餅だけだとちょっと寂しいので、他にちょっと月餅に似たような感じのお菓子も買ってきました。こちらは栗まんじゅうです。栗の形していてとても可愛いです。こちらは桃山っていう白あんのお菓子です。台湾の中秋節といえばバーベキューなので、焼肉を焼きました。こんな感じです。あ、こんな感じです。焼肉です。焼肉です。焼肉です。早速食べてみたいと思います。まずは、典型的な月餅から、中は、こんな感じ。厚木です。こんな感じです。
さつきです。いただきます。うん、甘い。うん、甘いです。柔らかくて甘くて美味しいです。上昇節も感じします。次は栗まんじゅういきたいと思います。この感じ、栗あんです。この栗あんは栗と白あんです。いただきます。うん、さっきのてっぺより柔らかくて、もう入ったらすぐ溶けちゃうくらい、めっちゃ柔らかいんですよ。やっぱり栗の味しますね。私栗好きなので、これめっちゃ好きです。美味しいです。次、これも白あんなんですけど、なんか皮がちょっと硬いイメージあります。なんか硬い感じで、いただきます。うん、やっぱりちょっと硬めの皮でサクッとサクッの感じです。さっきの典型的なてっぺと栗まんじゅうと比べると、若干にそんなに甘くない感じで、あんまり甘いもののそんなに好きではない方にはいいかもしれないですね。最後は本番バーベキュー焼肉カオロー。皆さんカオロー好きですか？いつもね、親戚の人や、まあ、家族たち集めて一緒にやるんですよ。話しながら、最近どうですかとか話しながらやってて、とても楽しいです。いただきます。美味しいです。やっぱりてっぺんより焼肉食べた方が中秋節の感じします。やっぱり台湾の人にとって中秋節といえばもうてっぺんじゃなくて焼肉じゃない？食欲の秋です。中秋節、中秋節、中秋節、中秋節。月饼、月饼、月饼、月饼。文旦、文旦、文旦、文旦。柚子、柚子、柚子、柚子。烤肉、バーベキュー、烤肉、バーベキュー。以上、台湾の中秋節について紹介しました。皆さん、台湾の中秋節に何をしたいと思いましたが、月餅を食べるですか、それとも文旦を食べるんですか、それともバーベキューをやりたいですか、ぜひコメント欄で教えてください。それでは以上、サンディでした。また今度、バイバイ。